お疲れ様です。鈴木です。入ってますか？入ってますね、はい。今日はこの番組はですね、企画宣伝プロデューサーの鈴木ひろうが、アイデアとね、クリエイティブで、まあ、なんとかね、自由な暮らしを手に入れて働きすぎない仕事術っていうテーマでね、お送りしている、そんな番組でございます。企画宣伝プロデューサーの鈴木ひろうです。ちょっと曲がってる？曲がってない？曲がってないか、はい。今日はね、代々木公園のね、グランドの脇からやってるんですけど、なんでかっていうと、なんかめちゃくちゃ代々木公園混んでて、今日休みかなっていうぐらい、あの保育園や小学校の遠足の人たちがたくさんいて、かつゴミ拾い の大規模なイベントも行われていて、かつなんか外国人の旅行者の人もめちゃくちゃいて、やっぱ秋でなんか天気がいいからでしょうね。こんなに人がいるの久しぶりだなと思って、あの人があんまり映り込むからこれは無理だと思って、今日ちょっと別なところでね撮ってるんですよ。そしたらちょっとね、こうあっちのグランドの掃除をしてて、なんかそれでこう機械の音がずっと聞こえて、聞こえますかね？あ、大丈夫そうだね、それもうるさいしなと思って、こんな端っこまで来ちゃって謎いところで撮ってるんですけどね。今日は何の話かっていうと、iPhone をなぜ発売日に買わなかったのかっていう話をしたいと思います。もうね、あの今 iPhone15 が出てるじゃないですか。で、私使ってんの iPhone12 Pro なんですよ。で、それで古いねみたいなこと言われて、いやそんな古くはないと思うんだけど、ただ私って新しい iPhone とか毎年買ってそうじゃないですか。だからみんな意外だったみたいなんですよ。で、それって確かに良くないことかもと思って、で、なんかまあいろいろあって、Type-C じゃないですか。だからもう買わないっていう理由はないし、あの買いたかったんだけど、でもなんか15万円かと思って、なんかどっちでもいいかなっていうか、12が別に12プロで何にも困ってないから、あの、あとそのもうスマホ中毒をやめたかったから、新しくしたら触りたくなるじゃないですか。なんかだからだし、どうでもいいかなとかっていうのと、マラソン大会とかトライアスロン出るときももうスマホを持たないで走ることにしたんですよ。もう預けちゃって、だからそうアップルウォッチやめてカロスにしたから、もうあのいらないなみたいなんで、スマホ持たないで走るようになったから余計あれだったんですけど、まあそんないろんな話はありつつ、つまりまあいらんかなと思ってたのと、できればスマホを遠ざけたいと思ってたんですよ。でもそれと最新機種じゃないことはあんまりそう関係ないよなと思って、だから買おうって思って、で買ったんですよ。でも発売予約開始日じゃなくてね、実際に実売が開始した翌日かなんかに、まあ買うかと思って予約っていうか申し込んだら11月の8日だったんですよ。だからつまりその段階で40日後ぐらいに手に入るみたいになってて、ああそうですかと思って、そんでだから今日現在ね、今日10月の、17日ですけど、まあ、まだ iPhone は、手に入ってないわけですよ。そんであのなんかもう iPhone の15の話もう一通りもう盛り下がってるじゃないですか。その今更届いてもなみたいなとこで、しかもこの動画撮ってる段階で届いてないしね、まだ。だからそのぐらいあのあれなんですけど、なんかいつも iPhone15 のことをよく考えてるんですよ。だからそれだったらもう早く買えばよかったなと思って、やっぱり予約する、発売前に予約してすぐ買えばよかったと思って、なんか損した気分なわけですよね。この謎のね、1ヶ月間なんかちょっと無駄にしたなみたいに思って、そんで Mac は毎年買い替えてる、 iPad も2年に1回買い替えてる。 iPad 毎年買い替えてるかも。でそれはなんかその仕事の頻度がすごい高いからなんですよ。そのなんかパフォーマンスが目に見えてね、あれだから。でもなんかあのスマホはちょっと遊びっぽいじゃないですか。だからなんかまあいいかなっていうのと、カメラとかもね、設備投資してたから iPhone でカメラ撮んないしとか、いろんな理由があってっていうのとあれだったんですけど、13見送って14見送ってで15になったわけですけど、なんか簡単に言うと失敗だったなと思って、これはあのサラリーマンじゃなくて社長でね、自分でやってる人だって、でデジタル系の仕事してるんだったら、まあその必要な設備投資じゃないですか。だから毎年買えばよかったと思って、そのコロナだったからいらなかったかなとかいろいろ思ったんですけど、それも何もかも全部あの手抜きだったなと思って、あの守りに入ってたとも言えるし、なんかあんまり検討したり、あの新しいの使う方を覚えたりするのめんどくさいなとか、あの
売りに行くのめんどくさいなとかいろんな理由があって使い続けてたわけですよ。でそれはなんか大失敗だったと思って、毎年発売日に買おうって、まあ発売日じゃなくてもいいんですけど、毎年買い替えようって決めました。だから来年は絶対に発売日に買う。だからそうやってなんか新しいことに挑戦していかなきゃいけないよなと思って、いろんな新しい iPhone を買わなくていい理由をたくさんリストアップ自分の中にして、なんとかこう買わないでね済んでたんですけど、あとその15万円使っちゃったら15万円働かなきゃいけないじゃないですか。いやそれもなんか無理だなとかいろいろ思ってたんですけど、15万円使って15万円働いた方がいいですよ。そう思ってね、心を新たにして、でもまだ届かないからもうキャンセルしようかなとかなんかもそう思うんですけど、だからなんかそんなことを考えたりねしてる暇があったら、iPhone 新しいのを買ってさっさと働けっていう、そういうことを今日思ってなんか考えてみました。なんかまあその話はそれで終わりで、また全然関係ないんですけど、なんか結構僕も YouTube 研究しててね、自分と同じぐらいのまだ駆け出しのね小さい規模でやってるビジネス系 YouTuber のね社長とかの投稿ね、またこっちも草刈り始まっちゃった、見てるんですけど、なんかこう木をてらった結論が多いじゃないですか。なんかそのみんなをこう振り向かせなきゃいけないから、そうなんだけど、なんかそんなに木をてらった結論ってないし、やっぱりそのもうちょっとそんなに木をてらわなくてもいいのかもしれないとかっていうのを少しずつ、思うようになって、なんか自然なテーマを探したいと思って、それをなんか模索してるんですよ。トークの仕方も自然にしたいと思って、ちょっとねここ2回ぐらい変えてるじゃないですか。それとあとテーマ選びもなんかタイトルを工夫はしたいんですけど、なんかそんなに木をてらったテーマで、木をてらった結論じゃなくてもいいかなと思って、ちょっとやり方を検討してて、今日はなぜ iPhone が買えなかったのかっていうことについてちょっと話をしてみたってことなんですよ。あとなんかこれを見てる人はどう思うか知らないですけど、僕は結構自分が喋ることは上手なんじゃないかと思って自信があったんですけど、すごい撮った動画を見返して編集を自分でしたりとか、やってるうちに、なんかなんだろうな、喋るのは結構苦手だなって逆に思うようになって、文章を書いてる方が書けるかもみたいなことと、文章を書くときの思考の仕方と喋ってるときの思考の仕方の違いみたいなことを明確に意識するようになって、この一人語りについてさほど訓練を受けてないっていうことに気がついたんですよ。それが正確な表現かな、一人で喋るということを、なんかちゃんと科学できてないっていうか、その勉強できてないし手法が確立できてないっていうことに気がついたんですよ。だそれなんて言うんだろうな、論理構造をあらかじめ、考えて組み立てて入れ替えたりすることが書くときはできるし、そういうことで、主張を組み立ててたんだけど、喋るときって時系列がむしろに戻れないから、そのなんかあらかじめその論理立ててから喋るっていう順番をそういうふうに気にするか、それかその時間軸に沿って喋ってったときに何か聞いてる人に残るような喋り方をの論理展開っていうのがあるんだろうなと思って、そこがまだ編み出せてないんですけど、なんかそれをちょっと学ぼうと思って、なんかそんなにこう喋ることっていうのは自然とみんなやりますしね、なんか自分もできてると思ってたんだけど、できてなかったし奥が深いわと思って、それでね日々勉強ですよ。そんなこともあって今日ね、iPhone が買えなかったっていうのは大した話じゃないんだけど、それをちょっとテーマにして喋ってみました。今日もねご視聴ありがとうございました。また明日 YouTube でお会いしましょう。